京明ジュナさん来てからやろうかな。ちょっと一旦ちょっと一旦ちょっと一回休憩します。え、さあ30秒だけあの休憩すいません。Thank you。 ありがとうございます。もうちょっとあと5人ぐらい熱っ熱っ、じじいですなんか風邪ひいちゃないですけど咳だけ出るんですよ、ね、なんかなんでかなと思いながら。そうなんです、昨日もですね、あの上半身裸で寝たらですね、やっぱ朝下痢でしたね。いやー、共鳴久しぶりすぎて緊張します。今何時くらいですか？もうレイ君そろそろ、あ、もうそろそろよし、やるぞ。9時になったら自分も一回あっち側に移動してみよう。キラキラ輝いたものを見て純粋に喜べなくなって、そんなに素直さをなくしてしまったのかな。朝と夜が一緒みたいにくっついて離れないから、夜明けの来ない道のりをずっと眺めていた。もう一度立ち上がってまだ見ぬ場所へ足を止めなければ離れない、果てしない道のりだとしてもまだ忘れないで終わりじゃない、一人じゃない、ほら待っている人がそこにいるでしょう。繰り返す毎日の中で擦り切れてしまいそうなこの心、こんなに自由ななのに何が足を止めるの。朝と夜出会い
愛は鮮やかに変わった。またいつの日かあの日のように変わらない顔で笑いたい。別々の道を歩んだとしても、色褪せないあの日で、僕の曲はこれ全体的に高いんでしょうかね。高いんだよな。これは月光の方が高い感じです。高いですよ。全体的に。なんか高いのばっか作っちゃってる。そうですね。全然歌ってないかもしれない。少々お待ちください、ね、一番だけでもいいですか。You're the one.
危ないです危ないです危ないですかしこまりました、少々お待ちです。行かせていただきます。伸びてるみたいですね。服伸びてるみたいな。なんか。恋人という関係のせい